わかるでしょ赤ちゃん。幼児ってわかります？赤ちゃんはわかるけど。乳幼児。乳幼児ですよ。乳幼児に打つ針です。細いですよ。ね、わかりますよね。乳幼児に針ですって。これ、そっからだんだん看護師さんたちがなんか下口しゃべるんで、俺はそれをくっちらちゃう。皆さん、お父さん話聞いてください。聞きました、今。幼児に打つ針なんですよ。俺も後ろにどんどん後ずつ当てて。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっともう向こう向いてってください。向こう向いて。本当に痛くない。全然痛くないですから。って言ってさ、そのうちさ、こう逃げようとしたら、逃げないで逃げないでって言ったらさ、その看護師さんたちが、マリオさん、また俺の周りを取り囲んで、優しい目でこうやって見下ろしてんだよ。で、早いチクッとするだけですからって言ったら、もう頭がここ、つかまれちゃって、ああ社長が俺の頭を掴んでんだよ。で、周りに看護師に囲まれて、大丈夫、うん、そんなね、10センチぐらいね、体が引いてもね、すぐ追いついちゃいますよ。言われて。それで、日本なんか。打った。痛いわけない、痛いわけないって言われて。みんな大丈夫でしょ看護師さんみんな、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。かい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 。偉い。酒井さん馬鹿にすんなとか思いながら。2本目行きますか。はい、逃げない。動くと危ない。動くと危ないからって言って、日本打たれて、はい、終わりましたって言ったら、その看護師さんたちが、もう情けない。情けない。ここは小児科かっていうさ。小児科。ね、うん。完全に3歳児に対してやってることだろうね。うん、それで、打った。打ってんですよ、うん。打って。要するに肩のね、間に袋があるんだって。うん、そこになんかあれが、うん、原因はわかんないんだけど、そこがちょっとこう硬直するみたいなんで、うん、その中に注入するんだって、うん、何か酵素かなんかを。うんうん、だからそれでね、もう今昔と違って、うん、ストレッチで治すとかそういう時代じゃないんですと。うん、で、それで治りますからって、うん。で、しかも、そしたら全然、痛みが減ってきた。要するにそれは、なんでかって言うと、うん、麻酔もその中入ってるからって。だから、それで、うん、あと、ね、寝て、言って、麻酔は切れますけども、うん、それで、ストレッチして、